新幹線口小倉木温大湖をイメージしたイラストの描かれた在来線の駅名標小倉駅は福岡県北九州市小倉北区朝の一丁目にある九州旅客鉄道、西日本旅客鉄道、北九州高速鉄道の駅である九州の玄関口である北九州市の中心駅本州と九州の接点としての機能を有し山陽新幹線の全列車が停車する 在来線においても東九州の各都市を結ぶ日報本線の起点であり、また市内最大の大動脈である鹿児島本線が乗り入れ、特急、ソニックなどの多くの特急列車が運行されている。新幹線と特急列車の乗り換え駅で他の路線も含め多くの列車が始発、終着するターミナル駅である。山陽本線の下関駅を結ぶ 在来線も多数乗り入れ、下関市からの通勤、通学の利用者も多い。駅南側は市内最大の繁華街であり、商業、業務機能が集積した北九州の都心である。1891年に九州鉄道の駅として開業。当初は現在の西小倉駅付近にあったが、二度の移転を経て現在の位置となった。1975年には、 山陽新幹線が開業しその停車駅になり、1998年には、現在の駅ビル、JR 九州の在来線各線、JR 西日本の山陽新幹線、北九州高速鉄道の小倉線が乗り入れている。JR 九州の駅は、当駅の所属線であり福岡、西九州方面へ伸びる鹿児島本線と、本駅を起点として、東、九州を縦断する。 日豊本線という九州の二大幹線の分岐駅となっている。このほか鹿児島本線も字駅から分岐する山陽本線の下関駅からの大半の列車と日豊本線、白野駅から分岐する北彦山線の全列車が東駅まで乗り入れている。JR 九州、JR 西日本の駅は特定特市内制度における北九州市内の駅であり、 運賃計算の中心駅である。新幹線開業当時の小倉駅周辺の空中写真国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成小倉駅仙台駅舎開業当初は現在の西小倉駅付近に存在したが1915年に同駅の東側に移転しさらに1958年に現在地に移転した。 現在の新幹線口付近には、当時ブラック園球場が存在し、西鉄ライオンズの主催試合が不定期に開催されていたが、小倉駅の移転に伴い閉鎖されたが建設された。JR 在来線ホーム地上14階、地下3階の駅ビル内にあり、2階に在来線ホーム、4階に新幹線ホームとモノレールホーム、3階にコンコースと改札口がある。 コンコースの南側は3.4階が吹き抜けとなっていて、その空間にモノレールが入り込んでいる。南北それぞれの出口からペデストリアンデッキを張り巡らせ駅周辺の主要施設と連絡している。2011年の九州新幹線全線開業に合わせて南口は小倉城口、北口は新幹線口に故障が変更された。小倉城口は 小倉駅前アイムに通じる歩道橋に小倉祇園太鼓の銅像がある。新幹線側は西日本総合展示場、アジア太平洋インポートマートが駅から少々離れているため動く歩道が設置されている。在来線は島式ホーム4面8線、新幹線は島式ホーム2面4線を有する。改札口はいずれも3階にあり、在来線は1階にも、 改札口がある在来線ホーム間の連絡通路は1階改札口に通じる通路と3階改札口に通じる通路の2つに分けられている。新幹線の通路は1つのみである。在来線と新幹線の乗り換え改札口も設けられている。なお、全改札口に自動改札機が設置されている。在来線の駅番号は、鹿児島本線が JA28、 山陽本線が j 5 1日豊本線が JF01、北彦山線が J01 となっている。また在来線の鹿児島本線、日豊本線は JR 九州の守護下の利用エリアに含まれている。国来機の事務官コードは91106、北九州市内の事務官コードは919902が割り当てられている。 乗り場尾行ホームの文字よりはかさ上げされていないため、日方本線で途中の城野駅から日田彦山線に直通する列車はホームの文字よりに停車する。発着する電車はすべて菊岡駅である。島式ホーム一面二線を有する。ホームは東側が一番線、西側が二番線である。駅ビルに南から突き刺さる形で乗り入れているため、 改札口は3階コンコースの真ん中に設置されており、東西両側ともに改札口が設けられている。始発、終着駅であり、折り返し運転が行われる。なお、小倉線開業当初は、隣の平和通駅が、始発駅であった名残で当駅と平和通駅の間は、単線並列となっており、当駅では点二番線で、相互発着が行われている。一部店舗で、 守護か愛アかはじめピタパを除く、交通系、IC カードに対応。校内柏うどんコクラ城口コクラターミナルビルの夜景新幹線口調整、販売は北九州駅弁等。主な駅弁は、下記の通り。JR 九州、JR 西日本、北九州高速鉄道の3社を合わせた1日平均の乗車人員は5万人を超える。JR 九州は、 博多駅に次いで利用者が多く、北九州市内では、最も多い。なお、北九州市統経年間では2003年度以降における、各会社の1日平均乗車人員は、下表の通り、10、00020、00030、00040、00050、00060、0002005年度2010年度2015年度、北九州市の都心部、 市内最大の繁華街であり、商業、業務機能が集中している。北九州市役所や小倉城、小倉北区役所は、紫川を隔てた対岸にあり、西小倉駅の方が近いが、当駅からも徒歩1キロメートル程度である。リーガロイヤルホテル、小倉三国ワールドスタジアム北九州、小倉駅新幹線口バス停小倉駅、バスセンター、小倉駅前、 小倉駅入り口の3カ所にバス乗り場がある。小倉駅前に停車中の線形線 28AB1958 年の小倉駅移転前駅南方の電車通り上には西鉄北九州線の小倉駅前停留場が設けられていた。小倉駅の移転に伴い1958年に電車通りと平和通りの交差点東側に新たな小倉駅前停留場が設置され、 旧小倉駅前停留場は室町停留場に改称した。新旧いずれの停留場も上下線それぞれに安全地帯のある乗降場を備えた二面二線の構造であった。1992年10月25日の北九州線砂津黒崎駅前間廃止によりいずれも廃止となった。北九州青年会議所が中心となって北九州市の駅名を考える会を結成し、 小倉駅を北九州駅などに改名する運動を行っている広報、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。